浦和レッズが開幕3連勝のヴィッセル神戸に土をつけ、連勝を飾った、唯一負けなしと好調な相手に、浦和が先手を取った。前半21分、今季加入した DF マリウス・ホイブラーテン28が完璧なロングフィードを見せた。これを MF 大久保智明24がマイナスに落とすと、最後は MF 伊藤敦樹24がゴールネットを揺らした。後半はエース FW 大迫を中心に神戸に攻め込まれる時間が続いたが、GK 西川を中心にゴールを守り抜いた。浦和は開幕から2戦連続で完封負けを喫すも、4日の C 大阪戦で今季初勝利。8日のルヴァン杯、湘南戦では敵地でスコアレスドローに持ち込むなど、上昇の兆しを見せている。今季就任したスコルジャ監督が掲げるハイプレスも、試合を重ねるごとに内容と結果に結びついている様子。ここから一気に勢いに乗れそうな気配だ。